どうも皆さんこんにちは。どういう状況？今私たちはお団子になって攻めています。三色団子か何かか？お相手さん残り自分一人だけなんですよ。ああそういうことか。まあ私たちが殺したんですけども、正確には味方の二人な。言わなきゃバレないのに。アシストと見れば誰でもわかるわ。逆にここまでアシスト数多いのも何か変よね。そんなことないよ。だってお前も一戦ダメージ出てるんだろ。それは何も関係ないでしょ。まあ四キル戦ダメージは普通よね。私が言ってるのはアシスト数よ。味方強すぎて何もすることないんです。本当にいつものことじゃん。だからいつものことって言ったでしょ。なんかこのジブ遊ばれててかわいそうだな。これでやられたら奴は地位のもんなの検査みたいになってるじゃねえか。めっちゃ削られてるね。スミレさんがあれだけ被弾するなんて、まさか奴はピーのものか。自爆みたいになってるじゃねえか。パッドのエイムアシスト引っかかっちゃうと大体死んじゃうもんね。悔しかったら自分もパッドを使いましょう。あとはナルガクルガーシュさんに任せて終わりですね。こんなフレンドいたか。ついさっきフレンドになった人です。まあサブアカなんですけども。ってことはこれが名前ってわけじゃないのか。そうです。じゃあ本アカの名前は。パッドイズディスさんです。なんと本日はあの有名なザットさんと一緒に遊ばさせていただきました。やっはろー。どもども。最近 VC で寝落ちをして寝言を聞かれていました。なんで眠い状態で通話に行ったんだよ。ザットです。別世界のマリサだぜ。これ以上はややこしくなるので帰ってくださいね。嫌ですよ。なんでふざけてる間に味方が抜けちゃった。後でちゃんと説明しろよな。あ、はい。発動武器はまあまあな感じですね。波動って読むんだよ。この時点でザットさんすでに一人倒してますからね。やっぱ強いな。さすがプレデター。私なんか足元にも及ばない。ホライゾンが登ったな。じゃあ二人で攻めちゃいましょう。なんだろうこの不吉な予感。だって上にいるんでしょ。二人で行けば行けるって。なんか弾の位置おかしくねえか。そんなことない。なんでそこにいるんだよ。思いっきり予想的中しててくさ。お願い当たって私の機関銃。あの SMG だわ。ダメージレースはほとんど互角。だから次のワンマガで仕留める。案の定がバルだよな。こうなったら頼れるのは己のものみだ。今回なんでザットさんと遊んでるのかというと、私にもわかりません。そんなわけねえだろ。だって実際本当にわからないんですよ。まあディスコードで呼ばれたんですけど。なんで呼ばれた？本当にわからないです。遊んでって急に来たもんね。最初はツイッターでした。くさ。ジャンプタワーから降り立ったその先は15億。そんなことはないだろ。ザットさんが前で張ってくれてるので、私は横から展開してくるやつをぶっ殺します。相変わらず殺意高いな。空爆来てるけど関係ないね。右になんかいますね。今のボルトだったら倒せてました。よってこの武器はザド。お前が弱いんだよ。チャージライフル気持ちいい。この距離スナイパー枠さ。勝てればいいんですよ。勝てれば。ザットさんめっちゃ削られてるな。大丈夫ですよ。あの人領域展開できるので。領域展開。本気を出せば地形を破壊できるらしいですからね。地形破壊できんの？動く災害じゃん。毎回思うんだけど、ウルト使って敵の位置見えるのチートでしょ。まあ普通に強いよな。今の場面で割るのが理想。最低でもそうしたいよな。もう一度顔だ。アーマーも巻かずに立ってたんだけど、ジブ硬すぎだろ。それが取り柄だからな。レースがスライディングしてる。横からこんにちは。これには相手も。やめろお前バカ。急に変なことを言い出すんじゃねえ。このチャンネルそういうこと言うチャンネルじゃねえんだぞ。何を言ったかは皆さんのご想像にお任せします。それで済む問題じゃねえ。すぐ下から足音がしたので、追いかけてきました。ストーカーのように追いかけてやるからな。再逮捕。逃げていいですか？おとなしく捕まってください。世界の果てまで逃げてけろ。一滴みたいになってる。この BGM は笑ってこらえてだろ。坂道を滑ってもこの武器は当てられるので最強ですね。さっきと言ってることが違いますよ。過去のことは全部忘れなさい。お母さんそう教えたでしょ。教えられた記憶がありません。記憶喪失かな？教わってねえんだよ。いろいろやってるけど、今のところ全くエイペックスやってないからね。練習者お前じゃねえか。上にいるらしいので、顔出したら撃ちます。ブラハソナーポイント。上にいたのに下に降りましたね。後ろから援護射撃します。アーマー割れそう。紫アーマーにスワップしちゃった。まあでもあとはザットさんがやってくれるだろ。まあそうですね。待って DP がつかない。お願い許して。お願いだから早く帰って。何してるんですか。本当にすごい数接敵しますね。早速一人やってるし。ミラージュールトだ。先にソナーすればこっちのものです。ソナー切れたらどうするんですか。やってなんもわかんねえ。エヴァ8強いね。しっかりフォーカス合わせられれば本当に強いよな。今までマスティフの方が強いって思ってたけど、いざ使ってみるとエヴァの方が強いですね。これでワンパ終わりだな。本当に次から次へと敵が来るわね。なんでこんな来るのさ。ザットさんそういうフェロモン出してるでしょ。フェロモン出してんの。純粋にキルムーブしてるだけですけどね。今ので58も当たるのか。最近ブラハ全然使ってないからソナーを忘れてしまう。ザットです。入ったんじゃねえのかよ。いいえ、ずっと列強さんの後ろにいます。お騒がせしてすみません。ペイミンさせるのでご許しを。行かないで。お前さっきから矛盾しすぎだろ。あとエイミンはかわいそうだからやめて。さて話を戻しまして、僕は何もやることなく終わっていきます。本当に強いね。この場面とかそうなんですけど、逃げるパスに対して弾当たってるんですよね。私絶対に無理だもん。そもそもエイムが苦手だもんな。また移動してるし、一瞬で3盾してましたからね。ちょっとでもサポートをすると出番もなく終わります。ワットソンノックダウンか。フェンスが邪魔なので前に出てアークスターでも投げましょうかね。当たったら熱いな。多分右から出てくるので、出てきた
たところを射殺します。その言い方怖いからやめて。2個目のアークスターもポイッと。お前らは完全に怖い。他に扉われないでよ。お前が投げたグレだろうが。そういやそうだったわ。イエーイチャンピオン。今回お前本当に何もしてないな。遊んでもらえただけで満足。バイ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 。最後まで足引っ張られね。ご視聴ありがとうございました。ところで皆さんはチャンネル登録をしていますか？してない方はよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。あとついでに高評価もお願いします。また東方は Twitter もやってますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。